GoPro のファームウェアをねダウンバージョンして今ちょっと試してるんですけど、どうでしょうかね、音声の方は。最新のねファームウェアのバージョンだと、こういうまあ使ってる方ならご存知なんでしょうけどね、あの GoPro のねアプリを使ってコントロールしないと、この僕のヒーロー5セッションはね、このマイクアダプターっていうのをつけないと、こうあのピンマイクが使えないんですよね。でこのアプリでこのカメラをコントロールして録画オンオフしないと音声がねこうマイクから認識されないっていうね、まあ使ってる人の中では不具合って言われてるんですけど、とても使いづらいんですよ。あのまあスマホと GoPro の接続が切れちゃうとね、こうまたアプリ立ち上げてねこう接続したり、もうすごい手間かかるんですよね。でまあ調べてて、まあ重々分かっていたんですけどもね、やっとねあのGoPro のファームウェアをねあのダウングレードして、そうするとねこのボタンですよね、これ、まあ、クイックでこう押すとすぐ録画が始まるね。今まで の, あのファームウェアだとね、これを押してあの録画開始するとね、あの音声がねあの録音されないんですよね、されなかったんですよ。でまあダウングレードしてね、まあ、ここを直接押してももう音声が取れるっていうことで、あのやってみたんですけどもね、どうですかね。ここ2回 GoPro で撮影してね、まあ録音されるんですけど、最初のね5秒間ぐらいしか録音されなかったんですよ。うん、まあなんだろうね。それでちょっと、まあ、まあ根本的な解決にはなってないと思うんですけど、ちょっと今ダウングレードして。好きな桜の木はね、まあ一番好きじゃない場所にあるっていうね、まあ矛盾してますけど、ちょっとそこのね、もうすぐそこなんですよね、パチンコ屋さんのね駐車場にね一本あるんですよ、すごい綺麗な桜がね。あの花がどんぐらい咲いてるかちょっと見てみたいですね。できれば一緒に写真撮りたいですね、バイクと。V スローっていうパチンコ屋さんのね、ここに桜があるんですよ。これどう今日は。あーまだもうちょいか。このね裏の入り口にあるこの桜がね綺麗なんですよね。あーまだ、まあ、こんなもんかね。もう僕はパチンコやってないですよ、もうやめて2年ぐらい経ちますけど、この店にはね結構お布施しました。よいしょ。そうこの桜、今日は天気がちょっと曇ってるからね、いまいち映えないけど、とりあえず撮っとくか写真ね。よいしょカメラ、あれ今 BGM 流れちゃってるかな、すいませんね。こんな感じかな。こんな感じか。
が硬いんでねちょっとなんですけど、夜が綺麗なんだよな。あんまやってたら怪しいと思っちゃうから、こんな感じでいいか。また今度来よう。本当に今日天気が悪いから全然生えないっていうかね。でもまあまあ咲いてるね。まあ日本の花といえば桜ですよね。なんていうの、パッと咲いてパッと散るっていうの、美学だよね。本当日本の日本らしいお花ですよ。なんかやだな、俺がパチンコ屋から出てきたみたいな、知り合いに見られたら。あの話は変わりますけどね、私仕事ですいません、あの元ブログ始めてね1年経ったんですよね。何気にあのなんとなく知ってたんだけど、特にねそれに向けて何か撮るってわけでもなく、何か撮ろうかなとか思ってたんですけど、あれよあれよと、お前もういきなりもう4月にもなろうってのにね。あ、ちなみにね2月26日かな多分、はい、中華モンキーで一番最初にやったのが去年の2月26日からもう1年経ちましたね。ありがとうございます。まあなんとなく1年来たんですけどね、まあ走りまくったかな。でもまあそんな走ってないか、こいつを納車してから結構走ってますよね、うん、であのチャンネル登録してくれてる方もね700、今何人ぐらい、750ぐらいいったのかな、おかげさまでね、はい、皆さんありがとうございます。これからもね変わらず頑張ってね、こうなんていうの、まあツーリング動画とか一人で走ることとかもあると思うんだけど、なんていうのかな、まあ暇つぶしにね、そう皆さん暇の時あるでしょ結構ね、そういう時にねちょっと見てみようって思ってもらえるような動画をね作っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。そんな感じでね、まあ今マイクのテストがあったらちょっと走ってるんでね、まあ全然どこ行くかとか何もないんでね、はい、まあ一旦ここで締めますけどもね、はい、あの続きがなんかどっか行った、なんかあったらまたねこの動画に他のことが載ってると思うんですけどもね、まあそうそう何かが起きるということはないんで、はい、すいません、これからもよろしくお願いします。ちゃんと撮れてることを祈るぜ。それじゃあ、ブイス。